皆さんこんにちは。真実を語る黒子です。なかなか暑い日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。本日はですね、またまたコメント欄に来ております。ツイッターの方では告知というか、皆様に少しばかりお話をさせていただいたんですが、虫封じのコメント欄がやっぱり面白すぎるぞということで、またまた虫封じのコメント拾い動画がやってまいりました。黒子はですね、こんなに虫封じのお話をすることになると思っていなかったんですが、もう見れば見るほど面白いということで、今日もやっていきたいという次第でございます。でですね、どうしてこんなに虫封じの面白いコメントが集まってくるのかっていうことを、黒子なりにですね、部屋の角で体育座りをしながら、ぼーっと考えてみたんですが、ある一つの要因が浮かび上がってきまして、そもそも黒子のチャンネルと申しますのは、視聴者層で言いますと、女性が 65% ほど占めているんですね。で、これは前々から知ってはいたんですけれども、となると、それを踏まえて皆さんのコメントを今一度拝見しますと、やはり、母に連れられてとか、祖母に連れられてみたいな文脈が非常に多いのと、まあ、ご自身の子供を連れてというお母様方のコメント。まあ、これが結構目立つなということに気づいたんですよ。で、逆に男性側の役割を辿っていくとですね、こう女子高生の手を、まあ、黙って出せと言って、虫封じをいきなり始めてしまうジジイがいたりだとか、まあ、寿司屋のカウンターで謎の駅舎を名乗る男性が虫封じを始めたりだとか、まあ、男性側は比較的、まあ、お坊さんも含めてですね、虫封じをする側になっていることが多いなということに気づいたんですね。で、まあそうしますと、まあコメント欄に来るのはやはり女性の方が多いので、まあ体験する側のコメントが増えると。逆に虫封じ自分がしていましたという方はほとんどいらっしゃらなかった。と思うんですよ。ですのでこの体験者側のコメントが集まるというのは、黒子のチャンネルがもともと女性視聴者層が厚いということが一因なのではないかというふうに考えております。はい。まあだからなんだという話ではあるんですが、今回もですね、非常に面白いコメントが集まっておりますので、拝読をさせていただきたいと思います。まあ例に倣ってですね、すべてのコメントをお読みするかというとそうではない場合もありますので、ご了承いただければと思います。では早速、コメントの方を拾っていきましょう。はい。ではこちらのコメントからです。無限ループに参加してみたいけど路線がずれるので読み流してくださいということで、これちょっと事前に拝読をさせていただいた上で、その上で読んでいこうと黒子が決めましたので拝読をさせていただきます。昔駄菓子屋さんで妖怪煙とかお化け煙とかいうものをよく買って遊んでいました。これ黒子もやってましたね。ご存知の方多いんじゃないでしょうか。カードのようなものを触って指をこすると白い煙のような細い筋状のホコリのようなものがふわっと登っていくのですが、それを見ながら、これ大人が本当のまじないのふりしてお金取れるかもと思ったのを思い出しました。これなかなか歪んだ子供の発想でダークサイド感があって最高なコメントですね。いやー、これ黒子もよくやってたんですよ。こうふわ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 っとこう飛ばしてですね。まああれ何が楽しかったのかと言われるとよくわからないんですが、子供ってああいう意味不明のものを買いたくなるじゃないですか。ですから黒子はあのふわふわと、ねるねるねるね、みたいな、当時は違う名前だったような気もするんですけども、まあ今のこの動画に出して伝わる名前で言うとねるねるねるねっていうのが、皆さんの中であの手のお菓子で一番インパクトが強いと思うんですが、まあ当時それに、似ているようなお菓子をこうコネコネしながら、指はふわふわさせながら、このコネコネふわふわ謎の小僧みたいな感じで、黒子は幼少期を過ごしていた思い出があります。はい、コメントありがとうございます。はい、お代わりいただきますということで、この再度お代わりをしております。はい、では次ですね。こんばんは、無限ループに我慢できずコメントします。ありがとうございます。実家は北関東、海沿いです。祖父が生前一度だけ虫封じ、かっこ夜泣きやカンノムシ。ああ、これは夜泣きカンノムシということは結構小さな子相手の虫封じになってくるんでしょうかね。そして歯の痛みが治るの呪文を代々引き継いでいると話してくれました。これは血筋で
家系の男性がみたいな感じなんでしょうかね。私が教えてほしいと頼むと、この次は弟男子に教えるからダメだと、まあ、つまりこのコメント主さんは、女性だということでしょうね。弟はその話になるとそんなもん知らんと言った相手にしてくれません。自分も幼少期癇癪を起こすと渦救命丸を飲まされ、足の小指の爪にお灸を添えられ墨汁を塗られました。そのため未だに小指の爪が原型をとどめていません。何してくれ女性であればなおのこと困ってしまうと思うんですが、幼少期そんなことがあったとはという。祖父が生前一度だけ虫封じの呪文を代々引き継いでいると話をしてくれたと。そしてそれは男性に限られるものだということで、もう冒頭にもお伝えしましたけれども、やはり男性は虫封じをする側、術者側に回っていることが、まあ比較的多いのであろうと思います。これは全国的にその傾向がおそらく強いようでございまして、黒子調べで言いますと、8、2ぐらいでしょうかね。そして、8の男性は年齢問わず、職業問わず様々な方がおりまして、まあ身近なところでお父さんとかおじいちゃんもそうなんですが、残った2のうちの女性というのは大体が、ご高齢の女性なんですね。若い女性が虫封じをどなたかにしたという逸話は結構レアなものでして少ないんですよ。ですから、もしそのようなお話をお持ちの方がおられましたら、身近にこんな話あるよということで、またコメントをいただいて、この虫封じ無限ループを続けていければななんて思っております。はい、では続いてです。最近漫画の虫詩を読み返す機会があったのですが、白い糸状の虫を編んで衣にするというお話がありました。その衣を体の弱い赤子に着せたところ、体が丈夫になりましたが、長い時間着せすぎたため癇癪持ちになるというお話でした。いいですね、トンチが効いていますよね。そのお話では虫封じではなく虫切りという言葉を使って手のひらに筆で薬を塗っていましたが、虫が強く根付いて出てこないという描写もありました。単行本虫詩第10巻の光の尾という話です。参考までにということで、大変ご丁寧なご説明をいただきました。この動画きっかけでこの虫詩を読んでみたみたいな方もそろそろ出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、ぜひ皆さんの感想なんかもですね、教えてください。はい、では続いてです。渦救命丸を大人にで笑いました。もう大人にもね、バンバン飲ませていいのかなと思います。はい、では続いてです。意外と拝み屋さんが頻繁に出てくるコメントが多いのが驚きました。拝み屋さんの文化って沖縄のユタみたいに身近にいたんですね。今は全く聞かないんですが、と。私が子供の頃に悪いことをすると手の指に祖母から灸を据えられました。これ女性がするパターンですね。焼いた後必ず墨汁を塗ってましたよ。還暦すぎても指の火傷の跡はちゃんと残っています。昔ピアスの穴を自分で開けると耳から白い糸が出てきて引っ張ると死ぬなんて聞いたことがあります。そうですね。これは結構有名な都市伝説ですね。はい。ということで祖母に灸を添えて焼いていただいていたと。しかし今でもしっかり跡が残っているということで、結構この爪とか体とか虫封じの代償を負っている方っていうのが多くてですね、そのお灸を添える場合どこに添えたのかみたいなお話もですね、ぜひ皆さんの中で、ここに添えましたっていうのがあれば教えていただきたいなと思います。基本的には東洋医学、東洋占術、また東洋圏における宗教的な信仰体系を原型に日本の国内で発展していってるような節が虫封じにはありますので、壺に置く、壺に灸を添えるということが多いんですね。まあこれも前々回の動画でしょうかね、宝禄灸のお話で頭にもぐさを乗せるという、あれもですね、やはり人間のこの人体の仕組みというものを東洋医学的に考えた結果そのように結びついているというものもありますので、ぜひ変わったところにその処方したという、まあ、もしくはその糸や煙に例えられる虫と呼ばれるものが
変わったところから出てきたよなんていう描写があればですね、ぜひそちらも教えていただきたいなと思います。はい、コメント拾っていただきありがとうございました。虫不審のエピソードいろいろあって楽しく拝見しました。面白いですよね。黒子もこうコメント欄に皆さんのお話が飛んでくるのを見てワクワクしています。はい、では続いてです。初めてコメントします。ありがとうございます。うちの長男がこちらでは割と有名な祈祷寺である、通称小山田地蔵尊というお寺で虫封じをしてもらいました。当時1歳半頃でしたが、長男はとにかく多動気味で夜中になると同じ時刻に火がついたように泣き出すというのを繰り返しておりました。このケースはご自身のご子息、ご長男をお母様がというケースですね。そこであまり信じていなかったのですが、文字通り神頼みということで虫封じを受けたのですが、祈祷中もうろちょろうろちょろ落ち着かない長男がお経が進むにつれてちょこんと座り出し、あくびのように口を開けたと思ったら口からふわっと白い煙みたいなのが出ていくのを見ました。同行していた妹も一緒に見ていたので見間違いではありません。その夜、長男はいつものように夜中ギャン泣きしました。所詮気休めだよなって思っていたのですが、なぜか翌日の夜から夜泣きはピタリと止まり、その後一度も夜泣きが起こることはありませんでした。当時の住職は雰囲気からして神通力がありそうな方でしたが、やはりただものではなかったのだなと思いました。皆さんのコメントからしても白い煙とか糸のようなものという表現が多いので、私が見たのもきっとあれが観音虫だったのかなと思っています。余談になりますが、長男は現在15歳です。今は思春期による反抗期で暴れております。こちらは虫封じでは収まらなそうですので静観しております、ということで、お母様の大変な子育て奮闘期の一連の流れを拝見したような気持ちになりました。はい、小さい頃ですね、幼少期に小山田地蔵尊祖都主のご寺院で虫封じをしてもらったと。そして口からふわっと白い煙のようなものが出ていた。これ面白いですね。ということは、これは曹洞宗という一仏教宗派、もしくはこの一寺院、この一住職が伝承している虫封じの儀礼というものがある。もしくはまだ繋がっている可能性というのもありますよね。お弟子さんとか跡取りの方が、この術を学んでいただいて残していただいてれば嬉しいですよね。ちょっとワクワクしますね。これはアクセスしてみたくなりますね。面白いコメントでございました。そして後半ですね。思春期による反抗期で暴れているということで、虫封じで収まらなそうで静観しているという。お母様どうか子育て頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。では続いてです。読んでいただけて嬉しいです。観音虫封じの寺今も健在です、ということでありがとうございます。虫封じって心霊現象ではなく当たり前にあることだと思っておりました。まあ、ジャンルで言いますと心霊現象というジャンルとはまた別のものに、なります。はい、でも皆さん炭を使ったりお経を聞いたり多種多様なことに驚きました。私は塩を手にすり込み、ゴシゴシしていると指先から白い糸が出てくるというものでした。あとは水で洗っておしまい。結構シンプルですね。お経が何のお経だったのかは興味深いところ。黒子さんのところにもいろんな情報が集まってきて民族学の研究がさらに進みますね。そうですね、ありがとうございます。やはりこういったものというのは正式な記録に残ってる残ってないというよりは、人づてにこの情報が集まってくる中で傾向を分析して楽しんでいって、それがさらに地域によるものなのか、男女によるものなのか、時期によるものなのか、あとは宗教差なのかとかですね、季節によるのかとか、まあいろいろなこう判定をしていく中で気づきが生まれてくるという学問が民族学というものでして、まあ、正解不正解というのはほぼないと言っても過言ではないような、ジャンルでございますけれども、非常に面白い、学問でございますので、まあ、黒子のチャンネルをご覧になっていただいている方はその面白さというのはご存知の方も多いのかなと思いますが、ぜひこれからも一緒に皆さん楽しんでいきましょう。では続いてのコメントです。コメント読んでいただきありがとうございます。ご指摘の通りもぐさの入力間違いです。申し訳ありませんでした。とんでもございません。もぐさは購入するものではなく自宅で作るものでした。それを観音虫が起こる、お観音虫が起こるとお尻に据えられる。これは困ったことが起きましたね。女性のお尻に
吸えるということで、あと手の親指の付け根に吸える。あ、これはやっぱりこう東洋医学的な考え方が強く入ってそうですよね。どういった時にお尻で、どういった時に手に吸えたのかまでは記憶がはっきりとしません。皆様のエピソードが大変面白く無限ループを楽しんでいますということで、そうですね、このお尻と指の違いみたいなものは知りたいですけれども、おそらくこの肝の虫と見られるその症状によってで付け替えている、東洋医学的にこのツボの位置というのはまあいろいろ違いますので、お尻のここ指のここという風に状況を見ながら分けていったと考えるのがまあベターでしょうかね。ちょっと詳しく、今後も伺っていきたいななんていうところでございます。もしまた何かあればコメントしていただければと思います。はい、では続いてです。肝の虫って子供じゃなくても出るんですねと、めっちゃ興味あるんでやってみようかな。違うもんが出てきそうだけど、てか皆さん拝み屋さんだのなんだのっておっしゃっていますが、生まれてこの方超能力者霊媒師拝み屋等々のスキルを持ち合わせた方に一度も出会ったことがないし、ちょっとした霊感の持ち主にも出会ったことがありません。友人たちにもそんなスキルを持ってるやつはいないし、見えない何かが俺に引き合わせないようにしてるのか。ということで、コメントありがとうございます。まあ、拝み屋さん、まあ、超能力者、霊媒師拝み屋さん。超能力者というのは、まあ、以前にですね、霊能力者の見分け方というような、赤いサムネイルの動画を作ってるんだけど、ちょっとこの辺に、もし出せたら出しておきますが、そこでも少しこのお話は触れてるんですけれども、超能力というのは、まあ、他者が見て答えが見えるものっていうのが、まあ、一般的なんですね。例えば、手を触れずにここに置いてある水を浮かせますとか、まあ、こういったものは超能力というふうに分類をされたり、まあ、サイキックとかサイコキネシスとかいろんな言い方がありますけれども、ですので、こう答えのわかるものというのが、いわゆる超能力。ただ、それが超能力という目に見えない力のおかげなのかという部分に関しては、我々に見えない以上断定ができないという、まあ、その、脆い一面も持っているんですけれども、実際に結果が出るのでわかりやすい。で、霊媒師というのは、まあ、この言葉は非常にあやふやでして、祈祷師とか霊媒師とかお祓い師とか、まあ、いろんな方々が、おりますけれども、まあ、一般的にこの霊媒師拝み屋っていうのは、まあ、一つのジャンルとして、まあ、同じものを違う呼び方にしているというようなものがあります。ただこの拝み屋というのは、要は拝んでくれる人のことですので、超能力がなくても、霊媒体質でなくても、拝む人のことを拝み屋というふうに言うんですね。だから結果の出る出ないではないというのが本義的な意味合いになります。はい、では続いてのコメントです。16分44秒、弘法大師がルーツの千枚通しだと思います。四国で、まあ、非常に有名ですね。まあ、当然、真言系の弘法大師様の信仰も含めて、四国はメッカでございますから、非常に有名だと思います。書いてある文字は、南無大師遍照金剛か、南無阿弥陀仏法人。これはですね、信言、あ、もうコメントにも書いてありますね。読んでいきましょう。私は先月、都内は二子玉川の玉川大師で千枚通しを買ってきたところ、後者でした。最初は不思議に思い調べますと、このなぜ不思議に思ったかというと、信言の お大師様と、まあ、いわゆる浄土系で広く信仰されている阿弥陀様ということで、なんで真言で阿弥陀様、なんで阿弥陀様なのに弘法大師様っていう、ここがちぐはぐになってるのがなんでだろうっていうことを おそらくおっしゃってるんだと思います。真言宗では阿弥陀如来様を息災延命の秘仏として尊ばれているようなので納得しましたということで、丁寧に調べられたんだなということでございます。阿弥陀様というのはですね、浄土系で信仰は非常に強くありますけれども、まあ、様々なお経典の中で登場されますし、まあ、特段それが強いのがいわゆる南無阿弥陀仏を唱える宗派というだけであって、まあ、様々な、宗派で、広く信仰されておられます。はい。黒子さんもリクエストあるかもしれませんが、台湾映画の呪詛、これはかなりリクエスト多いですね。ただちょっと黒子はですね、ネットフリックスに入ってないんですよね。どなたか一緒に見てくださる方いませんかね。黒子が、
ネトフリーのジュースを見に行っていいよっていう方いらしたらコメントください。はい、では続いてです。参考になるかわかりませんが便乗して帰ってみます。昭和の終わり頃、キシモジンで観音虫を逃がしてもらいました。キシモジン様ということは、クロコも過去にですね、お母様についての動画で上げてる気がするんですが、おそらくホッケ系日蓮系の信仰のあるお寺さんだと思います。自分がはっきりと覚えているのは、木桶の水につけている手の指先から短いアニサキスのようなものがスルスルと慌てるように逃げて出ていき、寄生虫ですよね、アニサキスは。分類はそうなるんでしょうかね。ちょっと黒子は専門外なので、はっきりしないんですが、アニサキスといって生魚に入っている、こう、細いミミズみたいなものですね。あっという間に桶中にうじゃうじゃになったという、部分だけですが、後に立ち会っていた親族に当時の話を聞く機会がありました。一度目の虫封じがあまり効かなかったので、キシモジン様に連れて行った。まあ、つまり別の場所で一度目をされているんでしょうね。硯で吸った墨で手の爪と平に、梵字らしきものを書かれ、水を張った木桶に灰を溶かし、そこに両手を入れさせたら糸みたいな虫が全部の指から出てきて驚いた。しばらくすると透き通って消えていってしまうのにも驚いたし、不思議だったとのこと。これ面白いですね。その後、氏名などを書いた木札を持たされ、特定の方角に打ち付け、1年程度で処分するよう指示されたそうです。ということで、ここまでの段階で、爪と手のひらに梵字らしきものを書かれ、水を張った木桶に灰を溶かし、まあ、このあたりの描写と、まあ、キシモジン様が出てくるところから、まあ、間違いなくこれは日蓮宗の祈祷僧の話でしょうね。はい。まあ、もしくは、法華宗ですかね。はい。母の没後、その札が出てきたのがきっかけで、おじが思い出して話してくれたのですが、一度目は東北育ちの祖母が田舎で行っていたやり方で、これも木桶に張った水に灰を溶かして手をつける方法だったそうです。何の灰なのか等は教えてもらえなかったとのこと。祖母が一度だけ、本当は行うものの性別でやり方が違うというようなことを言っていたので、虫封じにも強弱の程度や種類があるのかなと漠然と思っていました。でも今考えると、される側ではなくする側の性別で方法が違うというのはあまり聞かない気がするなと、記憶しているものが皆奇跡に入っているので詳細は不明ですが、何かの参考になれば幸いです。これは非常に、丁寧に細かくコメントを書いてくださったので、黒川もおよそお大体どの辺の信仰かというのがなんとなく特定ができたところでございます。まあ、記憶に張った水に灰を溶かすっていう、ここはちょっとオリジナリティも含まれてるのではないかなと思うんですけれども、まあ、多くの場合はですね、よく皆さんがご存知のところで言うと、数珠の玉を木の材質を変えて作るという、まあ、かなりローカルな情報なんですが、例えば魔除けをするお坊さんは桃の数珠を使うとか、まあ、このようにですね、代表的なものはその流れなんですが、木というのはそれぞれに役割がありまして、川沿いに植えられている柳の木なんかは女性の供養に使われたりだとか、龍神様の供養に使われていたり、神社の中にはだいたいこういう木が生えているとか、松の木はこういう時に使うとか、まあいろいろな役割分担がありまして、まあそれで言うと、おそらくここで水に溶かすこの灰というのは、何かその元になった木を選んで、その灰からその効能を水を通して虫封じに使うという考え方だったりもするのではないかなと。ざっとですけども想像いたしました。ただおそらくこの信仰は日蓮系法華系、日蓮宗法華宗のものだと思うので、まあ、かなり調べやすい情報かなと思います。私は虫封じの経験はありませんが、日焼きおがんはよく飲まされたのは覚えておりますわ。虫封じってイラッチの大人の私にも効果あるんかいなと思い始めております。ちょっとぜひ試してみてください。はい、続いてです。初めてコメントします。ありがとうございます。幼い頃、
祖父に缶の蒸し切りをしてもらっていました。おじいちゃんですね。お盆と年末年始、中国地方の田舎に泊まりに行っていたのですが、祖父の気分が乗ったタイミングで蒸し切りをしてもらっていたので何度か体験しています。祖父が何かをブツブツとつぶやきながら私の手のひらに炭で何かの梵字のようなものとくじを書き、これもおそらくホッケ系日蓮系の可能性がありますけれども、ご祖父さんが特に僧侶だとかそういう書き方されてないので、まあおそらく修験系でしょうかね。それをそのまま筆でくるくると塗りつぶし、その上に粗塩を乗せ、あ、これは修験ですね。それを祖父が指でグリグリと擦っていると爪の間から白い毛のような糸のようなものが出てきていました。それが缶の虫だったようで、たくさん出てくると祖父がこれは大変だったなと笑ってくれたものです。最後は手を洗っておしまいだったように思います。結構シンプルですね。私自身それをしたから何かが変わったという実感はなかったのですが、祖父の静かな声とすりたての炭の匂いが心地よかった記憶があります。私の祖父は今から思うに修験者だったようで、あ、それはやっぱりそうですね。元気な時は毎年石槌山に登ったり、大晦日には水掘りをしていたりしました。結構本格的ですね。田舎の家には朱色の大きな渋内屋やホラ貝があり、それこそ天狗みたいなじいさんだなと思っていました。そんな祖父も奇跡に入ってしまい、詳しいことはわからないのですが、観音虫封じの貝や皆さんのエピソードを見ていて懐かしくなりコメントさせていただきましたということで、いやー、面白いコメントたちでございました。いやー、虫封じはやっぱり面白いですね。なんかこうローカルな情報なんですが、虫封じ自体がいろいろなものの合いの子でできているので、あちこち話が広がって結構ワクワクしますよね。はい、ということで皆さん今回もコメントいただいてありがとうございました。ぜひですね、この動画の中で例えば変わったところから虫が出てきたとか、変わったところに球を添えたとか、そういう場合にはコメントくださいというふうに何度か呼びかけをさせていただいている部分があると思うんですが、もしですね、皆さんの中で、あと若い女性が虫封じをどなたかに施したというエピソードがもしあればですね、コメント欄で教えいただけますと、ちょっと新しい風が吹くんじゃないかなと思います。はい。で、虫封じがこんなに続くと思ってなかったんですが、万が一まだまだ続いてしまった場合にですね、ぜひそういった皆さんの変わった虫封じのお話や、女性の、若い女性の術者の話なんかも聞けたらいいななんて思っております。はい。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひまた次の動画でお会いいたしましょう。Twitter のフォロー、TikTok のフォロー等もよろしくお願いいたします。ではまた。